大室山、頂上に到着しました。肉眼だと富士山がとっても近くに見えます。海も綺麗です。こっち側ずっと海です。枯れたススキがまたすごく綺麗です。そしてここの周りをぐるっと一周していきたいと思います。内側もすごいです。この毛並みの良さ。では今から大室山頂上を一周していきたいと思います。富士山を褒めてはいけないらしいです、ここでは。